はい、それでは男性の皆さんのカラオケ練習として使ってみてください。先ほど私はレッスンの時はプラス5で歌いましたけど、まあ、一般的にはプラス4ぐらいが適当だと思いますので、ね、オリジナルキーをプラス4で流します。男性の皆さん練習してみてください。